俺あれからどう生きるかについて考えたんだ。そしたらさ、俺たちがどう生きるかについて考える前に、なんでそんなこと考えなきゃいけないんだろうって疑問に思って、実はその答えが出た。まあ、ちょっと聞いてってよ。どう生きるかをより深く考えられるようになると思うからさ。びっくりするかもしれないけど、本来俺たちはどう生きるかは無意識に実行できるはずなんだ。つまりわざわざどう生きるかを考えなくていいってこと。じゃあなんで考えなきゃいけないのって思うでしょ。それは考えなければ自分ではない誰かの人生を生きることになるから。何がしたいのかさえ分からずに、なんとなく生きる俺たちは、何がしたいのか常に考えてる人間の都合のいいように使われる。俺たちは誰に何を言われても固く揺るがない己の人生論をちゃんと認識する必要がある。会社とか親の期待に応えようとか、恥ずかしいことはしないようにしようとか、本音は言わないようにしようとか、周りの目を気にして本当の自分をなくして、なんとなく生きてんじゃないか。俺たちに他人の人生を生きる時間はない。強く自分を持たなきゃ誰かに飲まれる。だから俺たちは考えなきゃいけないんだ。それなのに考えなかった結果、俺たちはどうなると思う？どう生きればいいかわからなくなんだ。取り戻したくないか？本当の自分を。